今日はよろしくお願いします。こちらこそ。生まれた年と年齢とお名前をお答えください。大正3年6月の26日です。名前は最上坂子と申します。戦争の時はどこに住んでいましたか？東京から主人の生まれた兵庫県美濃郡へ子供と母と共に疎開いたしました。昭和19年です。私は30歳でした。大人が5人、主人の兄の夫婦も子供もおりましたから、子供は13人の共同生活でした。広島へ向かう、呉方面に向かう大勢の兵士を止めることもありました。負傷した兵士の治療を行ったりしました。その間に主人の兄さんは腸チブスになって亡くなりました。主人の弟は出征しました。戦争の時のご家族のことを教えてください。主人は東京で銀行に勤務していました。昭和20年3月10日東京大空襲の日、銀行の線で宿直でした。銀行の大火事の中、消火活動をして酸欠状態になりながら頑張って九死に一生を得ました。子供は5人おりました。次女は昭和18年に生まれて4ヶ月、肺炎で亡くなりました。戦争中で薬もなく、亡くなってしまったのです。両手に収まる小さな骨を抱いた時は本当に涙が止まりませんでした。長男は長女9歳、長男が7歳、次男が4歳、三男は2歳それでした。昭和20年1月に東京で父が癌で亡くなりました。父危篤の電報は受けて届いて思っておりましたけれど、交通手段もなく、幼い子供4人と姑を残して見舞いに行くこともできませんでした。戦争中とはいえ、父親の使命にも会えなかったことは今考えても心が痛みます。疎開先の兵庫での暮らしはどうでしたか？横浜町は空襲もなく静かな生活でしたけれど、配給は少なく、ただ着物なんかを交換して食料のものを得ておりました。お砂糖は貴重品で、甘いものは取れませんでした。7歳の長男が食用ガエルを釣ってきました。私が皮を剥いで、家族で食べました。カエルが食用ガエルはタンパク源だったんです。あと道端の雑草を食べ、タンポポ、さつまいもの雑炊を食べていました。
ある日、お鍋に入ったそのお雑炊を、なるほど熱くて、こぼしてしまったことがありました。まあ、それを見た子供たちがわーっと泣くの。お雑炊が食べられないから。もう急ぎでその熱い雑炊を手ですくって、鍋に戻して、もう一度消毒のために火をかけて、子供に食べさせました。お茶碗が2、3杯ずつあった雑炊も2杯になってしまったんですけど、なんとも子供も言いませんでした。おとなしく2杯のお雑炊を子供たちが食べてくれました。育て盛りの子供、お腹いっぱいご飯を食べさせたかったのは、本当にかわいそうなことだったのです。長女は9歳、長男は7歳、国民学校に通っていました。今の小学校のことです。片道1時間近く歩いて通いました。栄養失調の状態では、体力がなくて息切れをしていました。地元の農家の子供たちは食料に恵まれていました。疎開してきた子供は少しいじめられていたそうです。地元の子供のふかし、さつまいも、触りたいなぁと言ったら触らせてよ。と、もらえて、頼んで、触らせてもらっておりました。長男が病気になって、風邪をひいて、お医者様から飴をいただいたんです。で、長女も、ああ、その飴が一つ欲しいと思ったけど、これは長男のものだから、いけない。って言って、その紙を、キャラメル、飴を包んでいる髪を大事に伸ばして、これ、ちゅうちゃんは病気だから飴を食べるけど、この髪だけをちょうだいねって、長女が言って髪を伸ばして、自分の大事に取っておきました。ああ、お姉ちゃんも一つお食べなさいと。口まで出たんですけど、長女に飴を食べさせれば、長男の風邪をひいてる長男の飴がそれだけ減ると思って、そう言いませんでした。戦争が終わった時はどんな気持ちでしたか？ああ、これで戦争が済んだんだ。もう本当に嬉しかったです。もう夜も明かりを漏らしてはいけないことも、もう電球に覆いをしないでいいんだと思って、本当に戦争が済んだ。それでもうなんかとても心から嬉しいと思いました。昭和20年の秋、もう疎開の必要はないので、神戸港から荷物を一緒の貨客船、船、途中、ね、乗って家族が東京に帰る途中、名古屋に泊まって、1日半かかって焼け野原の東京に戻りました。東京の実家では血はがんで亡くなりましたけど、母と妹と弟は無事でした。主人と姑、子供4人は一緒に軽
暮らすことができるようになりました。戦争を経験して何か私たちに伝えたいことはありますか？今どうぞ戦争をしない世の中、もう戦争は本当に地獄のような毎日、戦争に行かなくてもその家族を守っている毎日は地獄のような毎日でした。天災は免れないものですけれど、戦争は人間が引き起こす人災です。命を大切に戦争のない世界を作ってください。お願いいたします。今日はありがとうございました。